だから私は移すって言ってたじゃないですか。それがそれはわかりますよ。だから私は別に代表移していいんですよ。普通に私は持ってくるって言ったのに、どうしてだったら今日でもすぐに持ってきたらいいじゃないですか。だから私は移すって言ってるじゃないですか。だからもう遅いです。別にお金じゃないし、自分もお金でももういいです、こんなにこじれてるから。だから私は別に100万円も欲しくないし、最初からそんなこと言ってないし、代表も渡すって言ってるじゃないですか。だったらすぐに、だから代表移すって言ってるじゃない。なんでそういうこと。いや、代表移すって今説明してる。でも代表移すのって立花さんがその借りてる方を安心させるためですよね。安心、だから意思表示したじゃないですか、ずっと代表を降りますと。だから普通に私渡しますよ、もう今言って。それでいいですよね。だって普通にそうしないと党が回らないんだから。私党を潰したいなんて思ってないですよ。できればさっき、だから朝聞いて私はとてもびっくりして、だからまあそういうね、献金のことが起きたんだなってことを今知りまして、だから普通に私はもう代表を返すと言っているじゃないですか。いや、だから結果はもうハンコを持っていきますよ今日。それでいいじゃないですか。じゃあ斉藤さんが誰、斉藤さんでいいじゃないですか。斉藤さん、斉藤でいいの、はい、なので私はそもそも立花さんの信頼で成り立っている党で、そんなことは理解してますと。立花さんが軸で、立花さんが決めたことが全て反映されるし、それにみんながお金を貸してくれってことは理解してるから、私がどうしたいとかそういうことじゃもちろんないですよねと。だから代表を渡しますと。だけど私は、あ、代表を渡すことです、もちろん。はい、でもそれで決定、決定でいいんじゃないですか。だって当たり前ですよね。私がここで自我を出して、私の感情のために私はとどまります、乗っ取りますかというわけないじゃないですか。同じように署名が必要なんで、そういう原因を作ったのは少なくとも俺であり、黒川君であり、大津さんなんだから、みんな潔く身を引くのがいいのではないでしょうかと。だから私はね、じゃあ何がしたいの、こんなところにとどまって印鑑渡せばいいじゃんって思いますね。印鑑渡さないと党としての活動が維持できないから、そうしますよ。だけどすれば、だからそれを代表を移すってことはもちろんそのつもりです。だから、はい、NHK よっとはもうちょっとね、もう皆さんの協力がすごくて、まあ本当に応援していただいている皆さんありがとうございます。で、もうちょっとあまりにもこの大津彩香という人物が嘘つきであるということについて、説明していきますと、もう証拠がこう出てきます。3月15日、今年ですね、3月の8日に大津彩香に代表権が移りましたと。で、彼女は11億円の借金なんか聞いてないと。こう言ってるんですが、はっきりとですね、この代表に就任した1週間後に、YouTube をしてですね、喋ってます。どうぞ聞いてください。11億抱えてるので、11億抱えてるので、
ね、これだからちゃんと教えてるじゃないですか、本人これを。もう明確に11億円の借金を抱えて、本人はそのね、YouTube ライブでもお金をくださいと言ってるわけなんですよ。これをね、まあ、ちょっと昨日のあの豊田弁護士はちゃんと3月の4日に言ってたのかって言ったら、それ言ってるに決まってるじゃないですかっていうことで、こういった証拠が出てきましたので、嘘つき大津彩香、本当にいい加減にしろと、債権者怒ってますということです。以上です。 NHK をぶっ壊す。はい、NHK をぶっ壊す。今年の5月10日全くこの動画僕見てなかったんですが、僕に対する名誉毀損だけじゃなくて、党首を辞任したことについてですね、こんなこと言ってます。お聞きください。29日の時点で辞任したかどうかですね。まず再三申し上げている通り、党首でないと役員会や、総会を開けないということになっておりますので、そのあたりがまず間違っているというところと、例えば何か、党首にはもうそもそも任期もないんですけれども、何か、例えば懲罰というか、その人を、解任する場合は、第三者委員会を作ったり、この何をしてしまったかっていうのを確定して、その後で弁明の機会を与えてという流れもあると思いますが、それがまず3月29日の時点で行われていないというところと、あとそうですね、はがきを送ったりとか、全員に、周知する、党員の皆様に議題を提起して、それは総会であると、周知するということも3月29日の総会ではまず行われていないというところも含め、あと立花氏本人が、これは総会とかではなくて、個人で開いたものだと、動画の中でもおっしゃっているので、3月29日のものは、確実にもちろん総会でもありませんし、私が解任されたというのにはあまりにも、陳腐であると考えます。はい、これ今の意味分かりますかね。この人辞任と解任の意味が分かってないんですよ。質問してる三村チャンネルの人はめちゃくちゃまともな質問しててですね、3月29日に辞任する、いわゆる自ら辞めるわけですから、辞任の理由についてですね、これは総会じゃないと言ってるんですね、この人ね。で、総会じゃないと辞任の申し込みができないのか、意思表示ができないのかっていうと、大津さん、あなたが3月の8日に就任した時の、これね、記者会見。これ緊急記者会見ですよ、大津さん。大津さんは何か、総会でなければ、代表者が辞任できないっていうことを自白してるようなんですが、大津さんが代表に就任した3月の8日、これは、総会ではなく緊急記者会見でやっています。3月の8日の夜に、昼間に緊急記者会見で立花が辞任を表明し、大津さんを後任に指名し、大津さんがそれを受諾したことで、辞める指名受諾ということで代表者が変わったんです。その日の夕方に行われた党総会で、事後承認で大津さんに党首が変わりましたよって言ってるんですね。つまり、総会でなければ辞任できないっていうことではないんですよ。で、もし、この理論っていうかね、今回、斉藤くんに代表権を返せと、また、斉藤くんが新しい、代表者に移ってるんだと、大津はもう辞任してるんだという言い分が、10月の31日の裁判、この本裁判で通らないとなるとですね、こうやって大津さんが辞任して、こうやって自白してるようにですね、3月の8日、僕が大津さんに代表権を移ったことが問題があるということなんですね。で、これ、
僕はまだ一度も王さんを訴えてないんですよ。代表者は僕だ、立花だって言ってないですね。あくまでも斉藤君が代表者だって言ってるだけなんで、もしこの王さんの理論が通る、これが通ってですね、斉藤君の代表が認められないのであれば、つまり総会でなければ代表者を変えられないのであれば、そもそも3月の8日の大津さんから立花から大津に変わったことが認められないってなるんですよね。まあ全然この人意味分かってないですけど、まあこれ5月です。で、今の豊田弁護士がついたのが6月なので、5月の時点でこのように本人は認識しているわけですね。約50日経った3月29日から50日経った時点でですね、辞任、いわゆる辞表を提出していないから私は辞めてないっていう主張をしているわけでもないし、脅されたとか強要されたっていうことは言っていなくて、私が辞任の意思表示をしたのは、それは総会ではなく立花が集めた、まあ、勝手な会議ですね。そこに本人が来たんですけども、それだから自分は辞任してないんだと言ってる証拠が見つかりましたね。ちょっとね、僕この人たち本当この弁護士がいないですね。まあ、黒川とこの広志、大川広志と大津の3人のやってる会見ってツッコミどころ満載だったことがよく分かりましたので、刑事告訴状を作りながらですね、代表権のところについてもですね、追加でこれちょっと主張していきたいと思っています。以上です。 NHK をぶっ壊す。